吉川さん、はい、引き続きどうですか、他には。こちら、読谷スタートの選手なんですが、うん、2年目の石川翔選手が、最近、ショックだった出来事があったんですと。うん、まあ、野球とは直接関係ないんですが。SKE、AKB グループのファンの石川翔選手ですか。そうなんですよ。もう日高サポーター分かったって言ってますけども。答え分かりましたか、はい、僕の推しメン、AKB48 小島真子さんが卒業を発表しちゃったんですと。うん、僕の心の拠り所みたいな感じだったんで、本当にショックですと。でも、卒業したって推し面に変わりはないので、うん、僕はこれからも小島さんを応援し続けますと言っていまして何の宣言なんですかこれ。卒業と関係ないけどね、まあ、で去年11月のドラゴンズのプレミアムファンフェスタで日高ゆずきさんと石川翔選手、はい、トークショーでご一緒しましたよね。 ありました、はい、でその時のことももちろん石川選手覚えていまして、 ありがとうございます。また同じステージに立てるように、うん、また呼んでもらえるように自分も頑張りたいですと、うん、で沖縄にも AKB48 グループの、うん、DVD はさすがに見る時間がないんで持ってきてないんですが、YouTube は見ますよとおいうことを言っていました。 そして最後にですね、はい、改めて SK48 の推し面を聞いてみたんですが、日高ゆずきさんもちろん応援しますけど、推し面は後藤ララさんと北川亮派さんですと。増えとる増えとる、量が増えとるあれ増えとるな。いやでもありがたいです、応援していただけてるのはね、ありがたいですよ本当に。そんな顔してないじゃん今。うん、悪いって顔してるじゃん今言ってますよ、けどってなんだけどって。吉川さん、はい、何なんすかこの空気あなたは沖縄でゆっくり過ごしてるかもしれませんけれども、申し訳ないです。申し訳ないです、はい、いやわざわざありがとうございます。いやということで、まあいろんな選手が頑張っているということですけども、吉川さん、はい、引き続き明日以降も取材をよろしくお願いいたします。はい、わかりました。沖縄から東海ラジオ吉川秀樹アナウンサー、ドラゴンズ合同自主トレのレポートでした。